カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。はい、町山です。あのデカミちゃんおめでとうございます。 ありがとうございます。 X でも書いてくださってありがとうございました。ちょうどあの時僕テレビで見てたんですよ。あ、そうですか。あるほど。はい、したらご本人がいきなりそこでね。そうなんですよ、演芸グランドスラムでも、はい、あの言わせてもらって、爆笑問題さんもこう漫才でね言ってくださったり、いろいろありがとうございます。ねえ、本当になんかあのアメリカから送れるもんで欲しいもんとかあります？でも今ね、なかなかアメリカすぐ行けないし。確かに、なんかあったら後でじゃあ行ってください。わかりました、やった甘えちゃう。はい、あのね、彼ともあの相談してこれみたいのがあったら、はい、やった行ってください。お願いしますね。はいはい、ということで、はい、あ、それ日本にいたんですよ、ちょっと仕事で。そうですよね、あのワウワウでのアカデミー賞受賞式特番解説お疲れ様でした、町山さん。いいです。はい、はい、で、先週ご紹介いただいた関心領域、そしてロシアに侵略されたウクライナの最前線を命がけで撮影した実録マリウポリの20日間、こちら、ね、町山さんの予想通り、うん、どちらもオスカーを取りました。取りました ね、 ね、マリウポリの方はあの監督がね命がけで撮影してた監督本人チェルノブさんが、はい、ステージに登場して、こんな映画撮りたくなかった、こんな賞撮りたくなかったって言ったのがすごかったですね。そうですよね、はい、要するに、まあ、ロシアに攻め込まれなければこんな映画撮らないで済んだはずだっていうね、はい、自分でねこんなこと言うのアカデミー賞史上初めてでしょうって言ってましたけど、はい、でマリウポリの20日間はね、今度劇場で正式に映画として日本でも公開されるそうです。はい、まだ公開日決まってませんが、はい、はい、これからちょっとね公開された時に見たいと思うんですが、はい、関心領域が、10日に、先行上映っていうのが1日あって、はい、そうなんですか、はい、そのタイミングで私ちょうど見られたので見てきたんですけど、はい、いや本当にこう怖い映画でした。なんか、そうですね、そのアウシュビッツのこう隣にあるお家の、はい、豪邸の中の話なんですけど、この無関心が何よりもこう恐ろしくて、強い大きい力を持ってるんだなっていうのを、こう本当に自分の中からその、はい、気づきをこうぐっと掴んで、引っ張り出してくれるような、はい、映画としては本当にこう力強い、淡々としてる不思議な感じもあるけど、いい映画でした。今回アカデミー賞でね、音響賞を取ったんですよ、はい、関心領域が、それは、まあ、映画の最初のところでびっくりすると思うんですけど、びっくりしましたね。ブーっと音がずっと続いてるんですよ、はい、何この音って思うんですけど、映画始まってからもしばらくこの音は聞こえててあちこちで、あれはそのユダヤ人の人を殺した後に焼却する焼却炉の音だってことは途中でわかるんですけど、あれ音の映画なんですよね。本当にでもその音がいろんな音が聞こえるんですけど、ね、見終わった後も全く頭から離れずに、ちょっと胃が痛くなりました。音ってすごくこう強く出してね、はい、印象付けるものなんですけど、あの関心領域ってのは低くずっと流れてるとか、ちっちゃく聞こえるんですよ、子供の声とかが。ちっちゃい音で、まあ、恐怖を表現するというね、普通と逆のことをやってて、だから珍しい、音がちっちゃいってことで、音響賞を取るという、非常に珍しい映画になってましたね。はい。でもなんか本当に、ぜひ劇場でご覧いただきたい映画だなと思います、はい、日本での公開は5月24日、私はちょっと先行上映を行けなかったので、はい、もう5月をすごいこう楽しみにしてるんですけど、はい、町山さんに教えていただいて、マリウポリの方が YouTube でちょっとこうアップされている、でも日本語とかついてないけどっていう話があったじゃないですか、はいはいはい、でやっぱ言葉とかわからないなりに見てたんですけど、ちょっと本当正直に言うと辛すぎて、はい、途中で見るのを止めてしまったんです、私が。もしかしたら日本語でのいろんな説明とかがあれば、こう
だし、そのやっぱ見なきゃいけないものだけど、はい、途中で離脱してしまうぐらい、はい、ちょっとあまりにリアルというか、まあ、リアルというか、リアルがリアルを超えてくるようなぐらいひどくて、はい、うん、ちょっとフィクションじゃない、ね、恐ろしさというものがすごかったんで。そうですね、うん、あの最初ロシアに攻め込まれた時は結構普通に生活してるんですけど、うん、だんだんみんなもうパニックになってきて、うん、そのまあ商店を襲ったりし始めるし、うん、あの必要なものを取るためにね、うんうん、途中からもう病院に対するミサイル攻撃が始まって、うん、であれカメラの人が本当にあの爆弾が爆発するすぐ横に立ってたりするんですけど、ものすごい命がけで撮ってて、はいはい、ね、でもあの人がアカデミーのそのね、会場に出てきたんで、うわ生きてると思いましたよ。そう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 、生きてるなこの人っていう、まあ、作品出てるってことはそうだろうなとは思うんですけど、はい、なんか安心感もありつつアカデミー賞を見て、ね、でもやっぱ見なきゃいけない、その途中で離脱しといて何よって感じですけど、ちゃんと劇場公開されたらきちんと見に行こうと思いました、はい、よろしくお願いします、はい、でね、関心領域の監督がね、はい、あのオスカーを取るときにアカデミー賞の受賞したときに、まあ、これはあの確かにホロコーストという、まあ、第二次大戦の時にユダヤ人が殺された話なんですけども、今大事なのは過去よりも現在ですと言って、うん、現在イスラエルで何が起こってるかなんですと、うんうん、いうことを言った時もね、結構タブーでね、っていうのは、うん、やっぱりハリウッドってもともとユダヤ系の人が作った産業なんで、はい、プロデューサーとかやっぱりユダヤ系の人多いんですよすごく、うん、であの関心領域の監督自身はユダヤ系なんですけれども、はい、しかもウクライナ系ユダヤ人なんですよ、うん、ね、非常にまあ歴史に翻弄された人が撮ったものなんですけれども、うん、だからマーク・ラファローさんが赤いバッジをつけてたんですけどね、はいはい、あれはあのガザ攻撃をすぐ停止せよっていうバッジなんですよ。うーん、だからそういう人もいれば、そのハリウッドの中でも結構2つに分かれていて、あの、まあ、すごく今ね、あの多分ねスティーブン・スピルバーグとかがどうコメントしようと思ってね、ガザ問題に対してすごく苦しんでると思うんですね。彼は前に映画でそのイスラエルのパレスチナに対するその、まあまあ、攻撃とか武力行使に関して批判する映画を撮ってるんで、うん、ミュンヘンという映画なんですよ、はい、それはあのイスラエルの秘密、まあ、工作組織が、パレスチナゲリラがあのミュンヘンでイスラエル選手を殺したんで、その報復でパレスチナの、まあ、解放運動家の人を一人一人殺していくっていうすごい映画で実話なんですけども、うん、で殺していくうちにだんだんそのイスラエル人がおかしくなってくるんですよ、うん、俺何してるんだろうと、うんうん、いう映画を撮ったのがスピルバーグ本人なん で、はい、で彼はハリウッドのキングですから、うん、彼が言うことは非常に重要なんで、今彼が何を言うかってことをみんなすごく注目してると思うんですね、はい、でまあそれは置いといて、置いとかないんですが、うんうん、関心領域って問題で、はい、この今回アカデミー賞の授賞式非常に大きい問題になって今世界中で話題になってるのが、はい、あのオッペンハイマーのロバート・ダウニー・ジュニアが、あの助演男優賞でオスカーを取ったんですけども、うんはい、その時にその前年のオスカー受賞者であるキーホイ・クワンさんね、あの、うん、エブリティング・エブリア・オール・ワンスの、はい、彼がまあ、そのオスカー像を渡すときに彼の方を見ないで、うんうん、いきなりオスカー像をロバート・ダウニー・ジュニアが、まあ、取ってですね、うんうん、で他の、ティム・ロビンスとかの、 その、まあ、歴代の受賞者の方に挨拶に行ったことで、うん、イホイ・クワンさんは中国系ベトナム系アメリカ人なんですけども、うんまあ、ほとんど無視に近い形だったと、うんうんうん、で一体これはどういうことなんだと、うん、いうことで今はいろいろ批判されてるんですが、うんはい、これがすごく大きな問題だなと僕は思うのは、ええ、オッペンハイマーという映画はですね、はい、ロバート・ダウニー・ジュニア扮する、ストローズという男がオッペンハイマーに無視されたことで、うん、それを恨みに思ってオッペンハイマーに復讐する話なんですよ。それでロバート・ダウニー・ジュニアアカデミー賞取ったのに、それはちょっとどうなのと思ってて、でオッペンハイマーという人は原爆を、まあ、開発した科学物理学者で、まあ、天才なんですけれども、はい、ちょっとなんていうかね、問題がある人で、うん、夢中になるとそれに夢中でガーッとなるんですけど、自分がこの人は関係ないなと思った人を無視しちゃうんですよ。うん、でどのくらいひどいかっていうと、その自分の弟が
婚約者の女性を紹介するんですね、はい、で兄貴これ彼女と結婚するんだよって言うと普通おめでとうよかったねとか言っていい嫁さんだねって普通言うじゃないですか、うん、言わないであっそっつってパッと無視して違うとこ行くんですオッペンハイマー、でその婚約者の女性は何この人ってことでパニックになるんですけど、そういうことをあちこちで繰り返しているうちにそのアインシュタイン博士ね、あの、はい、まあ、原爆のきっかけにもなった発明、発見をした人とオッペンハイマーが会うときに合わせたのは、うん、このストロースというロバート・ダウニー・ジュニアを扮する、彼なんですが、はい、合わせたのに無視して、うん、ロバート・ダウニー・ジュニアを無視してオッペンハイマーがアインシュタインと仲良く話し始めるんですよ、はい、でまた無視されたってことで、そっから、でもそう、このオッペンハイマーを許せないって言ってロバート・ダウニー・ジュニア扮するストロースという男はオッペンハイマーソ連のスパイだっていう濡れ衣を着せていくっていうドラマがオッペンハイマーなんですよ。だから悪気がないんだけれども、うん、関心領域が狭い人がいるわけですよ。はい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 、で関心領域の外にある人にはもう本当にもう無視するということをしたときに、うん、された方は覚えてると、そうですよね、ものすごく傷ついてると、いう映画でアカデミー賞を取ってるから、うん、そうですよね、おいおいおいというね、ずっとその役を通していろんなことをこう考えて感じてきたんじゃないかっていう、はずなんですよね。でも、ね、あの行動が結構こう、まあ、話題になってるじゃないですか、はい、特にこうやっぱ日本はこう、はい、同じこうアジア系としてこういろんな思いもあったりしますけど、はい、そのわざとやってたとしたらもちろん最悪だし、はい、そのなんだろうな、アジア系の人みたいな大きな括りで見て、はい、なんか透明に見えてるんだとしたら、それも本当に最悪じゃないですか、はい、悪気なかったとしても。とにかくね、その今回のロバート・ダウニー・ジュニア、本当にあの人は名優ですけれども、今回はね、その彼が演じた役と比較するとまずいだろうと、確かにそうですよね、ところがあるんですが、はい、やっと置いとける、で置いといて、置いといて転がしていくんですが、はい、僕はあのアカデミー賞のですね、あの授賞式の中継の時に滝田洋次郎監督と一緒にお話ししたんですよ、はい、あ、中島健人君もいましたよ、もちろん、はい、はいはい、で滝田洋次郎監督は、アカデミー賞の、まあ、昔外国映画賞といったところにその、まあ、送る人という映画で、オスカーを受賞した人なんで呼ばれたんですね、今回、うんうんうん、今回ゴジラとあの宮崎駿監督が撮るかもしれなかったんで、うんうんうん、はい、ゴジラとじゃない、山崎隆監督がねゴジラ自身のですね、ゴジラ撮ってほしかったんですけどね本当に会場に来てね、はい、で滝田監督と話してたんですが、うん、滝田監督ってピンク映画というものから始まった人なんですけど、今回その話をしたんです、はいはい、ピンク映画というものがあったんですね昔、はい、70年代、うんうんうん、今もありますが、うんうん、はい、でそれはいわゆるエロ映画ポルノなんですけれども、うん、その独立プロが作った低予算のポルノ で、うん、で日活というところが作ってた大予算のポルノをロマンポルノと言ったんですね、うんうんうん、はい、でピンク映画の方はピンク映画のエロ映画に見せかけて全然違うことをやる映画だったんですよ。へえ、そうなんですか。ほとんどエロシーンがなかったりするんですよ。へえ、もうそれはちょっとこう客寄せ的な要素みたいなことなんですかね。そうなんです。それで自分たちのやりたいことをやるということをみんなやってて、うんうん、あの金子修介、あ、金子修介監督のゴールドボーイ、はい、ご覧になってます？あ、私は結局見てないんです。そう、ちょっとね、まだ見てなくて。あ、ゴールドボーイすごいですよこれ。だって作家さんが行ってきたよって言って、はい、何も話さないけど絶対行った方がいいって言ってたんで、うん、ちょっと近々絶対見に行こうと思います。本当にね、映画評論家殺しでね、ゴールドボーイは何を話してもね、うん、映画を殺しちゃうんですよ。じゃあもう自分の足で行くしかない、うん、そうなんです。もうあと見た人はね、みんなこれ面白いけど誰にも言えねえって話なんですけど、はい、気になるね。もうこれ見てもらうしかないですけど、はい、今もう劇場公開中ですから、はい、でゴールドボーイの監督の金子修介監督もポルノ出身なんですね。で彼は何をやってたかというと、ポルノに見せかけた少女漫画をやってた人なんです。はー、エースを狙いとかをポルノでやってた人なんですよ。へね、面白い。そういうことを やれるのが当時 あのやれるっていうか、まあ、要するに映画が撮りにくくなってきたから、うんうん、エロで、人を寄せといて好き勝手なことをやると、うんうん、で滝田洋次郎監督は痴漢電車シリーズというのを撮ってたんですけど、痴漢電車全然関係ないんですよ中身。あ、そうなんですか。はい、
例えばね、痴漢電車極秘本番っていうタイトルの映画がありまして、はい、これアマプラで見れるんですが、はい、これは戦国時代から現代にタイムスリップしてきた忍者猿飛びサスケの話なんです。全然ね、時間も電車も出てこない猿飛びサスケは電車もエロも何も関係ないですよ、ね、だそういう映画をやりたくてやってて、で滝田監督はね、とにかくミステリーものが好きで、密室ミステリーとかですね、はい、そういうのばっかりやっててエロ関係ないやんっていう映画を撮ってたんですけど、はい、でその頃の話をね、描いた映画がちょっと今週公開される、今週15日から公開される映画で、はい、青春ジャック、止められるか俺たちを2というタイトルの映画なんですね、うんうん、2なんですよ。でこれ止められるか俺たちを1という映画がありまして、はい、それはですね、若松浩二さんという監督がいて、がやってた若松プロの、70年代の話なんですね、うん、で若松プロというのはとんでもない映画会社でですね、うん、映画プロダクションで、だから例えばテロルの季節っていう映画があるんですが、うんね、もうテロの映画なんですよ、はっきり言って、うんうん、これは、日米安保条約を結ぶためにアメリカに行こうとする総理大臣を爆殺するために体に爆弾を巻いて羽田空港に特攻するテロリストの映画なんですが、はい、映画としてはピンク映画として公開されて、へというそういうことをやってた人なんですよ。はい、だから、まあ、非常に過激な、政治的に過激な映画でもエロ映画として公開すれば気がつかれない。うーん、伝えたいものがある人ほど、うん、なんかちょっとそういうこう、はい、オブラートに包むじゃないですけど、はい、と偽装するんですよ。へそういうことをやってた監督は若松浩二監督で、はい、この人はだからそれこそ さっきの話ですけども、イスラエルでパレスチナの人たちが弾圧されてるってことでパレスチナまで行ってます。あ、うん、そうなんですね。でパレスチナゲリラ、そこに足立監督という人と一緒に行って、足立監督がそのままパレスチナゲリラに合流するということになっちゃって、すごいとんでもないことをやってる人なんですけども、はい、はい、でところがこの若松浩二監督も、80年代になるとビデオの時代になりましてですね、うん、映画の観客が減ってっちゃうんですね、うん、で若松浩二監督のスタッフだった秋山道夫さんなんてね、チェッカーズをプロデュースして大儲けしたりしてるんですよ、その当時。へガラッと変えたんです ね、ガラッと変えちゃうんですけど、でまあ、その1980年代でビデオ時代で映画の観客が減っていくから、若松浩二監督は自分の映画を人に見せるために、うん、まあ、ビデオ化されないんですね、彼の映画なかなか。で映画館を経営しようとする話なんですよ。ほう、はい、ほう、で名古屋でシネマスコーレという映画館を彼がオープンするんですが、うん、その映画館の監視として雇われるのが東出さんです。おお、東出さんだ、はい、東出さんがですね、はい、その映画館を経営することになるんですが、うん、ね、なかなかお客さんが来ないで苦しむという話なんですが、うんうん、実はこの映画にはもう一つ のポイントがあってですね、うん、この映画の監督脚本をした人は井上純一さんという人なんですね、うん、はい、でこの井上純一さんがどうして映画監督になったかという話でもあるんですよ。じゃあ自伝的な映画ね。自伝的な映画です。あ、で井上純一さんがどういう映画を最近作ったかというと、安倍総理暗殺犯を描いた映画リボリューションプラスワンの脚本です。はあ、はい、なんかいろんな意味でね話題になってましたけど、うん、はい、ね、その次は関東大震災で朝鮮人虐殺があったんですが、朝鮮人だと思われて、虐殺された被差別部落の人たちの物語、福田村事件の脚本家です。ああ、福田村事件もそうか。そうなのか。この2本聞いたら、うん、若松プロ魂って思うんですよ、映画ファンは。はいはいはい、そういうタブーに突っ込んでいく、映画作家たちの集まりだったんですね、うん、若松プロというのは、うん、はい、はい、でその井上純一さんが、予備校に通ってた頃の話なんです、これは。若い頃の話ってことですね、はい、ね、名古屋にね河合塾っていう予備校がありましてありますね。そこで通ってたのがその井上さんで、若き井上さんで、だから10いくつ18ぐらいですかね、うんうん、はい、で何をしたらいいかわからないと、そこでそのシネマスコールでね、東出さんが客引きやってるところに行くわけですよ、うんうん、ね、でその70年代の非常に過激な映画を見るわけですよ、うん、でなんだこんな映画を、こんなものを映画として撮っていいのかと思うわけですよ、うん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 、で若松さんのところに弟子入りしてですね、助監督と始めるという、まあ、青春ものになってるんですよ。へー、
はい、結構若い時代の話じゃないですか。はい、じゃあワンって何やってたんですか。そう気になるんですけど。ワンは井上さん出てこないんです。あ、なるほど。そういうことか。主人公が変わるってことなんですか。主人公はね、女性の、まあ、あの若松プロのスタッフだったんですけど、はいはい、まあ、亡くなっちゃうんですよね、実際にその人が。はい、門脇さんがやってますね。あ、門脇麦さんが主演だったんですね、前回70年代版は。はい、はい、でそれを知らない井上さんが予備校生として、その若松プロの過激な世界を知って、それに吸い込まれていったという彼自身の物語です。はい、連続性というかもちろん関連はあるけど2だけ見ても楽しめるような感じなんですね。はい、そうです、うんうん、2だけ見ても大丈夫です全然。はい、で1も2も共通するのはその若いその、まあ、人たちが映画というものに触れて映画がこんなに勝手放題なことやっていいのかって驚いてその中に、うん、まあ、吸い込まれていくっていう物語は共通してるんですけども、うん、はい、でこの若松浩二さんを演じるのは井浦新さんなんですよ。うん、でいつもは非常にまあハンサムで優しい2枚目の役を演じている井浦さんが、はい、うん、ここでは非常に暴力的な、東北弁の、荒々しい若松浩二さんを見事に演じてますね。うん、あ、井浦新さんがこの、はい、なのポスターの、ね、メインビジュアルに、ね、ね、いらっしゃるの一瞬気がつかなかったですね。はい、私もです。ないですよ、はい、ティアドロップ型のサングラスにガラシャツ着て、ね、全然イメージじゃない感じ、うん、これは若松監督なんですよ。で若松監督はね前作も今作も同じことを言ってるんですね。うんうん、で映画何作ったからわからないとか言ってる若者に対して、うん、ね、何をしたらいいかわからないっていう人に対してまず言うんですよ、うん、おめえさ誰か殺したくないかって言うんですよ。すごい言葉だな。すごいこと言うんですよ。はい、でもし殺したい奴がいるならやれ映画の中で、はー、映画の中何をしても絶対に捕まらねえって言うんですよ。まあ、若松さんはあのポルノで捕まって、あの愛のコリダで捕まったりしてますけど、捕まってはいるけれども。そうかそうか、はい、そうか、まあ、でね、ところはですね、それがまたプレッシャーなんですよ、まあ、ね、井上くんは80年代の恵まれて育ったええとこのボンボンなんですね。はい、勉強もできるしね、ある程度、うん、何の怒りもないんですよ。うん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 、そう言われても何も怒りがないってことが彼の苦しみなんですよ。なるほど。ね、彼が怒りを見つけなきゃなんないんですよ。うんうん、でそう言ってるうちに、なんとその自分が通ってる予備校河合塾のために映画を作ることになるという話なんですよ。すごい話だな、ね、え、一番それがドラマじゃないと思いますけどね。はい、そうなんです、だから今回ドラ、ね、それがドラマだからこの映画にしてるんですけど、すごい、はい、そういうね、あの怒りがどこに向かったらいいかわからないってね、80年代みんな豊かで、逆に今みんなね、うんうん、非常に貧しくなってて、うんうん、やっぱり怒りはあると思うんですけれども、うんうん、それをどうしたらいいかということで、うん、現代もね、まあ、通じる見るべき映画だと思いますんで、この映画、はい、はい、青春ジャック、ね、もう本当にぜひ見ていただきたいと思います。はい、ということで今日は今週15日金曜日に公開になる青春ジャック止められるか俺たちを2をご紹介いただきました。町山さん、オッペンハイマーのお話はまた改めて、はい、後でします。もうとにかくこれ大変な映画なんで、はい、ですね、わかりました、はい、公開が近くなった頃にまたお願いします。お願いします、はい、町山さんありがとうございました。どうもでした。以上アメリカ流れ物でした。